締めくくる世界最高峰の戦い、柔道グランドスラム東京開幕まであと8日。今夜も伝説の名勝負を熱くお伝えします。解説は全日本柔道連盟男子シニア強化コーチ持田達人さんです。よろしくお願いします。持田さん、今日の名勝負のテーマは何でしょうか？はい、天才が覚醒した瞬間です。お、天才が覚醒した瞬間。小さな天才、野村忠宏。柔道でオリンピック3連覇を成し遂げた世界で唯一の男。多彩な技と抜群のスピードを武器に1996年初めてオリンピックの切符を手にした。その3回戦の相手は当時の世界王者ロシアのオジェギン。下馬評では圧倒的不利。そんな中、天才は驚くべき力を発揮し、自らの手で栄光の道を切り開いた。野村の伝説はここから始まった。野村にとっては、はい、このオリンピックの大きな山です。3回戦、世界チャンピオンのオジェギン戦です。十分の組み手です。背負い投げに来た、危ない。有効、野村有効を取られました。肩車、これが怖い、肩車怖い、返した、有効。序盤、立て続けにポイントを奪われる野村だが、ここから天才は恐るべき力を発揮する。いいでしょ、体落とし、すごい波に来ました。もう一つ持った、はい、攻める野村、十分あります。前に引いてきた方がいいですね。押していったらまた来ますから。大外刈り、はい、立って立ってそのまま攻め続けた方がいいです。攻め続けた方がいいですね。はい、背負い投げ、背負った、ここで指導来てもいいんですけどね。もう一度背負う、離さないでほしいです。組手を離さないで、はい、背負い投げ、大手銀。あとはこれ気迫ですね。あとは有効回数を取られていますが、気持ちの問題です。もう一回です、これ潜られてダメです。もう一回です、立って、もう一回です、もう一回です。追って追って、背負い投げに来た。しかし空張りです。危ないところでしたね。ぜひ押されている、背負いに行く、立って離れなきゃいけないですね。行った、焦ってますね。野村大内刈り、待てで20秒。もうここ服装直さないで、もうそのままそのまま行った方がいいです。次に指導です。しかしまだ有効のポイントが2つ。一本踏み出したのは、あと10秒だ。今のは一本でもいいと思います。さあ時間がない、はい、野村が勝ち、よく頑張りました。いやこれ苦しい試合、よく頑張りましたね。オジェギンがっくり、野村が吸い込みました。野村ならではの逆転勝ちだと思います。はい、もう後半は攻め続けました。はい、やはりこの一発を持っているという強みですね。技あり1つ、はい、有効2つを逆転しました。野村としてはもう10秒あれば逆転できる技を持ってますから、野村としては肩車を封じに打てないことですね。もう一度乗せた、はい、今度はどうだ、一本、はい、大金星を挙げた野村はここから快進撃。はい、すかしました、見事ですね。すかし1本です。ついに決勝の舞台へ。ここからですよ、
ックライズ引き手を持ってさあ一本やりました、はい、締めくくった野村、はい、野村頑張りましたね、はい、見事鮮やか一本、初出場のオリンピックで見事に日の丸金メダル、最年少で立派です。もう世界王者相手に見事な逆転劇でしたよね。そうですね、野村選手ならではの釣り込みでしたね。片手で入ったんですけども相手をうまくコントロールして自分から前転するような形で相手を仕留めていくと。いやーこれで見るとすごく迫力ありますよね。野村選手ならではの本当得意技ですね、まあ、相手が背中のどの位置にいるかっていうのを背中越しに感じて相手をコントロールしていく。古賀選手、吉田選手、小川選手の影に隠れてちょっと目立たない選手だったんですけども、はい、これで一躍ヒーローになってそれからオリンピック2連覇、3連覇につながるという、試合でしたね。さあ柔道グランドスラム東京